はい、どうも、カパ委員長です。じゃあ、この動画ではね、毎年この時期に、6日、だからまあ、原爆投下の、平和の祈りを捧げる、そういうこの式典が行われてるじゃないですか。今年もそうなんですけども。で、今、それでね、この広島で、その後、この長崎。いつもそういう流れですよね。で、その長崎なんですけども、広島も含めてか。この世界各国からね、平和の式典なんでっていうことで、主にこの駐日大使が世界各国からこの式典に参加してきたんですけども、今年ちょっとそこでね、このイスラエルを中心に、ちょっとなんかこの物議を醸しているっていうのは、このニュースでご存知でしょうかね。で、そのイスラエルなんですけども、そのイスラエル側がね、原爆投下は日本が侵略した報いだと。だから自業自得だと。当然の報いだと。被害者面して式典なんか毎年毎年やってんじゃねえよと。追悼されるべきは中国や韓国の人々だ。そんなこと言うやつが出てきたんですよね。で、他にもなんかいろいろとね、じゃあ、ね、アメリカが行かない。じゃあ、イギリスも行かない。じゃあ、他にもウリもみたいな。なんかそんな感じでね。このなんか出席自体、長崎の出席自体がそもそもこのイスラエルは招待しなかったんですけども、長崎はね、でそれについてなんかいろいろと世界を巻き込みながら炎上っていうのとはちょっと違うのかな。でもそうですよね。でそこになぜかこのウーマン村本さんが出てくるんですけどもただちょっと意外、どうだろうな、これは僕の受け取り方も僕個人的にそう思っただけで、でも真意はやっぱりこの人は、ね、日本じゃなくて韓国にあるから、そういうことかっていう。ただ一部なんかね、それはそうかもしれないっていうのがあって、ちょっと意外だったんですけどもね。まずこのイスラエルがね、さっき言ったようにこの原爆投下はね、日本の自業自得だと、ね、お前らが被害者面してんじゃねえよと、中国、韓国に謝れよみたいなことを言い放っちゃうんですよね。で、なんだろう、正直僕はなんかこの今回のこの、イスラエルもそうだし、ね、そのイスラエル招待しないんだったらっつって、その後このじゃあ行かね、じゃあ俺も行かね、じゃあウリも行かねみたいな、そういうこの世界の、ね、何カ国かのこの動きに対してなんか特に驚きとかって別にないんですよね。やっぱりもともとそんな風に思ってたんだなって、なんかある意味納得。別になんかこの被害者面するつもりは当然ないですよ。ね、こいつらが言われるような、そんな覚えもないし。だから、なんて言うんですかね。冷めた言い方に聞こえるかもしれないですけど、結局日本って、いろんな意味でなんかこの特別というより特殊なのかな。我々が思っているなんかこの日本ならではのなんか普通みたいなのって、やっぱりこういう、なんかこの国の威信とか、なんかそういうこの歴史的なものがこの絡んできたりとか、あとはあいつらでいうところのこのなんか、宗教上の理由も含めてのこの正義とか、なんかそういうのに対して、そういうのが絡んでくる話になると、なんていうのかな。途端になんか手のひら返してじゃないけどさ、普段は、そうね。その陣営ごとになんかこの、その距離感みたいなのもあるけれども、あとは日本の、単純に最近の評価でいうと、この日本のこの金と情報、そういうのを当てにして、なんかこの同じグループ、ね、仲間じゃないな、味方か。でもそういうのも結局不利なんじゃねえのかなってやっぱ思うんですよね。例えば結局この、戦争の話でいうと、いまだにこの世界では、ね、日本ってこの敵国扱いのままじゃないですか。それもあるし、結局はこいつらの、世界のこの都合っていうんですかね。どっちが、ね、自分たちが正義、ね、自分たちがやってきたことは正しい。そうじゃない。じゃあ例えば日本も正しくはない。結局はそういう扱い。ら何かあったらやっぱり悪者扱いされてしまう。結局はてめえの、何でもかな、自分たちの、なんだろう、この正当化というか、だから本当の意味で、なんかこの、じゃあ、二度と世界でね、その原爆投下されて、ね、要はこの、核兵器によって、ね、人々が犠牲になるなんていうことが起きないようにっていう、まあ、文字通りのこの平和を願う、そういう式典だけれども、腹の中じゃそんなことはこれっぽっちも思ってねえんだろうなって。だからやっぱり何かの表紙にこういうのが出てくんじゃないですか。だからそういう意味で日本って本当、なんだろうな。まあなんかそういうどっちの陣営、ね、このブルーチーム陣営、レッドチーム陣営なんてことは僕は動画でね、よく言いますけれども、その陣営の、ね、この立ち位置で、ね、なんかこの味方なのか敵なのかっていう、そういうのがあるっていうだけで、本当の意味でなんかこの何かあった時に力になってくれるというか、なんかそう、だからいわゆる仲間ですかね。チームの一員とかっていうんじゃなくて、仲間ですかね。だから何があってもなんかそういうこの、だから理解者みたいな存在ってやっぱ、ないんだろうな。まあでもそれ言ったら日本だけじゃないか。何せこの世界にはやっぱりこのその都合ね、要はこの戦勝国の都合で、そいつらにとって、やっぱりこの永遠に悪者、叩き続ける相手がやっぱりないと都合悪いんだろうな、こいつらにしてみれば。でちょうどいいのがやっぱ日本だっていうね、かつても日本だったし今も日本なんじゃないですか。そういうのがやっぱりこの、例えば今オリンピックやってるじゃないですか。ね、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、ある意味引き金を引くことがない、なんかこの国の威信をかけた、ね、この代表をそれぞれ派遣して、だからまあ代理戦争っていうのかな、戦争の代わり、ね、ちょっと冷めたものいいかもしれないですけども、でそこでもやっぱりほら日本潰しのっていう、なんかそういう、レギュレーションの変更とかさ、ルール変更とかさ、でその変更した新しいルール日本にだけあんま教えないとかさ、平気でやっぱりそういうことやってくるわけじゃん、あいつらは。なんだろうね、こういうのってどうしたもんかな。でももうどうしようもないのかね、こういうのは。もうずーっと下向いて我慢してこの耐えていくしかないのかな。わかんない。これは僕がそういうふうに思う、なんかこの気のせいかもしれないよ。ね。僕の思い違いの可能性も、少なくはないかもしれないですけど。なんかやっぱりね、こうイスラエルのこの態度とか、そういう意味じゃ、なんかもう本当に平和の式典でっつんだったら、もうイスラエルもロシアもね、もう片っ端からこの招待しときゃよかったのかなとも思うし。で、あるいは、なんかもう言ったって、なんかもうこいつらにこのなんかそういう日本のそういう思いとかっていうのはもう理解なんかもう鼻から得られねえんだから、まあだからこの日本だけで、やっとく方が本当は良かったのかなとも思うし、でまあいろいろ思うんですけれども、例えばね、アメリカも、要はこのイスラエル招待しないんだったら、まあ、アメリカだけじゃないですけどね、イギリス、フランス、イタリア、オーストラリア、カナダ、この6カ国のこの中日、だからブルーチーム陣営、なんていうかこの G7 ですかね、がやっぱりこの背向けてくるんですよね。だからやっぱりなんかもうこいつらとも、なんかこのつかず離れずじゃないけど、そのなんかこの、なんていうのかな、ケースバイケースじゃないけど、まるっとなんかこの信じきるじゃないけどさ、ね、チームの一員なのかもしれないけど、決して仲間ではないと、ね、友人でもないと、結局いつ何時、ね、じゃあいいよと、またなんかこのバチバチやり合わなきゃならないような、その備えが日本側にねえしな。ね、ていうかアメリカはさ、そもそも原爆投下した当事者だろ。ねえ、どんな理由があれ、お前たちは出席しないなんていう選択肢はねえはずなのにな。だからこういうとこだよな、ほんとな。アメリカで。いつかなんかね、この決着つけなきゃいけない、いろいろ落とし前つけさせなきゃいけない相手だと思いますけども、なんだかな、ほんと。いちいち不愉快だよな。うん。で、まあ、長崎側のこの、なんだろう、言い訳というか説明も一応あるにはあるんですよね。イスラエルをそもそも招待しないのは、ね、日本国内のこの頼った連中、うん、活動家が騒ぐから、うん。で、そいつらが邪魔だし迷惑、まあ、広島でもね、うん、老害パヨクが暴れましたからね、結局は。うん。ほんと邪魔だよな、あいつら。で、まあもう言ってももう日付変わっちゃったから今日ですよね。うん。で、そこでね、出てくるのがね、このウーマン村本さんなんですよ。まあこんな風に言ってて、ね、フワちゃんやすこ騒動で、まあ、ネットもリアルもわちゃわちゃ騒いでるけど、うん、そんなことやってる場合なのかよと。で、なんでかっていうと、まあ、広島にイスラエルが招待、され原爆を落としたアメリカが長崎に、来ないって、ふざけたことを言い出したりしてる中、ネット見たらフワちゃんやすこ問題が話題の中心で、いい年こいた著名人芸能人たちが、ね、死ねはダメだと思うよとか、逆に許してあげようよとか真面目に発信してて、選ぶトピックが小学校の終わりの回と一緒だなっていうコメントをしてたそうで、まあ、全部に同意はしないですけども、ああなるほどなと。ただこの人の場合はね、うん、さっきのイスラエルなんつってましたっけ、中国観光に謝れ、うん、まあ、結局はそこに行き着くんだろうなって思うと結局本当日本社会ってなんかあれですよね、うちも外も、うん、敵だらけですよね。どうでもいいやつらっていうか、もう敵国の敵にいいように、このなんかもう中でも、ね、日本国内でもこのなんか牛耳られ、ね、日本国外でも踏みつけにされ、我々日本生まれ日本育ちの日本人って本当よっぽどなんかしっかりして、まあだからそれをさせないようにふぬけにさせるために、まあ、戦後教育があったんで。もうしばらくはこういう理不尽な状況がいろいろと続くのかもしれないですけどもね、うん、ただもうなんかそういうことにもなんかもう興味を持たないような人がすげえたくさんいるのが、ほんとなんかお先真っ暗じゃないですけどね、うん、いちいち腹立つな本当に。さて、ご覧になったあなたはね、どう思われますかね。それでは以上です。